どうも、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていきます。はい、今日はね、大阪桐蔭松尾くんをね、今日は徹底解説したろうかということでね、まあ、プロにね、プロ志望届も出したんで、まあ、プロにね、おそらく行くと思うので、そっからね、どうなるかっていうのをね、今日は語っていきたいと。ほんでね、なんかね、またね、そういうね、ネガティブなね、予想するなってね、よくね、言われるんですけど、あくまで予想ですしって言ったらね、保険かけんなって言われたんですよ。ほんで、お前、プロ行ったことないから語んな。これもう一回言いますよ。じゃあね、イチローを実況してるやつはイチローよりか野球うまいんかと、ヒット打ったんかと、打ってないやつらがみんな解説してるんです。そうなんです。誰でも喋っていいんです、誹謗中傷しなかったら。はい、ということで今日もやっていきます。松尾くんね、ほんまにね、正直な話、よく言われとったのが、バッティングがね、ものすごいちょっとね硬いね、アンダー18のジャパンの時にキバットの対応ね、まあ、キバットの対応をね、そんなすぐしろっていうのは無理なんですけど、ちょっとね、こう、なんていうんですかね、柔らかさがないバッティングやから、ちょっとね、こう入りますし、こうバットがね、ちょっとこう入るじゃないですか。ほんで、ちょっと遅れて、いいピッチャーとかキバットとかなったらなかなか対応できない。ほんで、ひょろいですしね。だからね、そう思ってました。っていうのは、前までの話で、リアルな話、自分はね、サムネズリごめんなさい。松尾しおんくん。これね、正直一番、その野手の中やったら一番自分はね、活躍しそうかなって自分は、いや、するんかなって自分は正直思ってます。まずね、これはね、なんでやねんっていうのをね、ちょっとこう、理由を語っていきたいんですけど、まずね、これ松尾くんの、まあこれ一番の武器は、これ複数ポジできるっすよね。いわば、ネオくんみたいに、ここ無理でも、ここ空いたらここ行けるみたいな。そういうね、まあ、ピッチャーはいけないですけど、そういう素質がありますね。だから、キャッチャーもできて、ほんで、内野手もできるっていうのは結構強いと思います。まずね、それがね、理由の第一個で。ほんで、あともう二個目はね、まだまだね、体ができてないと。それであんだけ打ててるっていうのが、まあ、とりあえずすごいと、センスがえぐいと。ほんで、やっぱりね、こう、試合とかをね、こう見とっても、ミスショットがほんまにないんですよね。だからこう、なんていうんですか、全部死んで捉える。だからどんないいピッチャー来ても、死んでは捉えるじゃないですか。ほんでそっからどこに飛ぶかみたいな感じなんで、だからほんまにどん詰まったみたいな、もうどこで打ってんねんみたいなね、自分とか言ったらほんま、お前ベイブレードかよみたいな、ファールわかります？土先に当たって。もう意味わからん回転の、あんなベイブレードみたいなのもしないじゃないですか、松尾くんは。だからそれぐらい、もう死んで当てる技術がうまいと。ほんでね、こうね、バッティングね、こう、なんかね、こう、なんていうんですかね、なんか柔らかいバッターってイメージですけど、なんかこう、ちょっとこう、バットを動かしてるようなイメージないですか。だからね、浅野くんでした。浅野くんも、イタリアかなんかとホームラン打った時は、ものすごいこう、なんかふにゃふにゃやったんですよ。なんかこう、ちょっと動かしてね。でもそれまでの時、それ以外の、この、全然打ててない時は、もうちょっとね、こうガチッとしとって、ほんならそれがね、ちょっと響いてんのかなって自分は正直思ったんですよ。ほんででも松尾くんは、もうこれ全くね、こう動かさずに、もう脱力して構えてるバッターなんですよ。ほんで、アンダー18の、と、アンダー22のね、走行試合6回か出たんかな。ほんで2打席見てみたら、やっぱりね、こう、ちょっとね、こう入ってる分ね、なんていうんですかね、だこれを戻す時間があるんですかね。自分はあんまバッティングわかんないんですけど。だからね、ちょっとこう、ここで詰まって金属みたいに、衝撃打ちができな、衝撃打ちやったんですけど、衝撃打ちやったんですよ。だから衝撃打ちってわかるかな。いわば、金属バットみたいに、バーンバキーンって打つのが衝撃打ちで、で、プロとかね、いいバッターとかは、なんかこう、衝撃じゃなくて、なんかこう、なんですかね、乗せて打つっていうんかな。あんまりその表現の仕方は難しいな。で、衝撃打ちやったんですよ、松尾くんは。ほんで、言うたら、衝撃打ちやったら、キバットじゃなかなか打たれんなって、みんな言ってましたし、自分もそう思ってたんですけど、やっぱりね、センスがエグすぎて、ほんまに、そっから、ちょっとキバット、そのアンダー18の試合がちょっと続いて、もうあれ、どこでしょうね、もう韓国戦、あるじゃないですか、最後の韓国戦とかは、もうそのキバットの対応も完璧にね、もうセンス良すぎて、もう163キロの球を打った時も、もうその前のなんかね、ボンダかなんかわかんないですけど、そんなの時とかも、もうね、すぐね、衝撃打ちからね、しなり打ちっていうんですかね、そのしなり打ちにね、もうね、変わってたんですよ。だからね、その対応とかを見ると、あ、やっぱりすごいねんなって、やっぱ大阪桐蔭で一個上から出て、あんだけね、やっぱり打てんのは、やっぱりそんだけ対応力があるんやなって自分は正直思いました。ほんでね、
逆方向にもね、ヒットとか打てますし、ほんで、まあ、体ができてきたらですけど、逆方向にも全然ね、長打打てるバッターなんで、だから正直一番、はい、試合に出んのとかは早いんちゃうかなって思ってます。で、坂本選手のようなね、自分は存在かなって思ってます。だからね、こう、右バッターなんで、ほんまに何でしょう。それこそ、あともう一段階ごつくなったりしたら、ほんまにその山田哲人選手とか、坂本選手とか、ほんまにもうあの域までいけんのかなって、右バッターの、あの域までいけんのかなって思ってます。でね、やっぱりでも、思うのが、でも一つ思うのが、なんかあれですよね、いわば、なんていうんですかね、この入んのとかを、このバッティング入んのあれじゃないですか、こうね、こう入るバッター、もう自分はね、こうやって入ったら、もう全くバッと出てこなくて、もうこんなになるんで、あ、今洗濯機なんだ、今ええとこや、もうこうやってなるんで、プロとかやったら結構変にいじったりするんですよ。だから結構伸び伸びするチームとかやったら、それなりにね、すぐこう、自分で体ごつくして、試合とかにね、出れると思うんですけど、ちょっとこう、バッティングをほんまにお前、変えなあかんみたいな感じで変えられたら、ちょっと、それが怖いというか、それで出れなくなる可能性はありますけど、他の、なんでしょう、選手に比べて、他のね、大阪桐蔭とか、アンダー18で一緒にやったメンバーと比べて、やっぱり一番このバッティングセンスっていうのは、やっぱり一番ズバ抜けてあるんかなって思います。だからね、その柔らかいと、その衝撃打ちと、なんかその柔らかくないは、ほんまにね、もう自分もね、その細かく言われたら、あ、これが硬いんか、柔らかいんかって自分もバッティング悪いんでね、もうわかんないですけど、その客観的に見て、誰でしょう。だからもうね、柔らかい、もう柔らかいを、もう一番、なんか表しやすいのは、やっぱり小園くんですよね。小園くんってもう、ふにゃふにゃじゃないですか。ふにゃふにゃバッティングじゃないですか。あれが、キバットなんですよ。キバットの打ち方っていうか、まあ、しなって、だから、あんな、ふにゃふにゃやったら、キバットやったら、ものすごい飛ぶんですよ。ほんで、衝撃打ちは、おじさんに言うと、ネオくんみたいなんで、ね、もう言ったら、バーンみたいな。わかります?その打ち方の、になりがちなんですけど、大阪桐蔭ってよく言われるんです。そうね、こうバットをちょっと、あんま動かさず、ふにゃふにゃせずに、こう、ガチッと構えて、バーンって打つ、みたいな。で、その中で、ちょっと最初に、キバットとか、大学、じゃあ、プロ行って、ちょっとね、ふにゃふにゃじゃ、ちょっとね、今、日本語ね、もうガタガタおかしいですけど、衝撃打ちに、が癖ついて、キバット打ちができなくて困るっていうパターンがあるんですけど、もうね、この3試合ぐらいでも、キバット打ち、をできてる、この松尾くんのこのセンス。もうこれはね、正直、一番活躍するかなって自分は思ってます。ちょっとね、もうガタガタね、申し訳ないんですけど、今日はね、これでやっていきました。皆さんが思う、松尾くんの、評価、ぜひコメント欄に。ほんで、ね、この選手ももっといいよとか、この選手もエグいよとかあれば、ぜひコメント欄に。で、あともう一つ言えるのは、一つだけ言っていいですか?今から残り4校明日の国大の試合予想するので、それも見とってください。それじゃあお疲れ。今からいっぱい買っとるぞ。バイバイ。